久保さん。あの、福島コンテストをちょっとやりまして、優勝者が出たんですよ。で、賞金をね、ペイペイでこう、お配りして、で、まあ、受け取りました、つって。22,222 22 22円、お配りしました。優勝者にね。それでメールが来て、受け取りましたっ、つってね。まさか私が優勝するとは思いませんでした、みたいなね。まあ、そういうメッセージが来て。うんまあ、あのー、 まあ参加しなかったら優勝ない,よみたい,な <laughs> いや、参、参、参加、まるさんが参加したからですよっていう、参加しなかったら優勝ないですよっていう、まあ行動からしか未来は変わらないって僕は思ってるんですけど、ね、宝くじか、宝くじは買わずに、どうやって宝くじが当てんのっていうた、1億円当たってる宝くじを拾う確率、なんか道端で拾う確率はどれぐらいあるんですかっていう、多分相当ないと思います。 天文的な数字でもないと思います、あんまり <laughs>。どうですかね。そもそも、久保さんのね、田舎で、街な、ま、田舎のあそこで歩いて宝くじを拾う確率ってどれぐらいありますよ。1億円しかもそれが。<laughs> 落ちてるっていう。買うしかないですよね、基本的に。で、買わないと当たんないんで。うん。だからまあ、もう、ね、あの、 行動しなななければ本当何も変わんないなっていうまあ実際僕もあの今回優勝賞金配りましたけどお金は振ってこないので年末キャンペーンもやってるんですよで優勝賞金2万2000円配りましたけどその年末キャンペーンやってて、まあ、それで回収してますんでもうすでにそう <laughs> 回収しました <laughs> まああのお正月もねあの キャンペーンやりますんで、今日,今日設定して、明日あ、明日、明日6時ぐらいか。からまた3日までやろうかなと思ってるんですけど。うんまあ、僕はね、いっぱい商品ありますからね、いくらでもできるんで、キャンペーン。<laughs> <そう> <laughs> いかようにも。今まで作ってきましたから、はい。今年もね、ちょっとまた新しく新規で作ってストックしておこうかなと思うんですけど、いくらでも本当すぐキャンペーンできますんで。だからね、100個ぐらいはあると思うんですよね、今。有料商品。 まあ、あと、組み合わせとかすればもっとになると思うんですけど、組み合わせをすればね。うん。はい。まあ、これからもちょっと商品作りまくって、もう、秒で出せるようにします。キャンペーンの時はね。はい。はい。いってらっしゃい。